いらっしゃい。食べたいものがあればいつでも来い。確かにうまい料理だった。四天王と料理ゴーレム1号を倒したというのもうなずける。そのセリフ、もしやお前も。さよう。私はあの4人の師匠にあたるフィフスというもの。お前はトリオに勝ちたいのだろう。無論だ。ならば私くらいは超えてもらわねばならぬな。そうでなくばあの男には勝てまい。何が言いたい。あの男は私よりはるかに強いということだよ。それは一度戦った君が一番よく知っているだろう。次は絶対に負けない。俺はクルツを信じている。ノア、ありがとう。ははは、美しい友情だ。だが友情だけでは料理勝負には勝てない。そんなことは分かっているさ。真偽対全てを尽くしてお前に挑ませてもらう。その意気やよし。だが治水家風全てを司る私に勝つことができるかな。俺の料理は負けない。必ず俺が勝つ。
くじを回収いただきます。二度と食べることはないです。では食事を開始いただきます。良いのではないでしょうか。では食事を開始いただきます。これは名状しがたい。では食事を開始いただきます。私ね、これ大好き。では食事を開始いただきます。これはちょっと。では食事を開始いただきます。最高の一品でした。見事、これならば再びトリオに挑む権利もあろう。君は見事な料理人だ。褒めていただいて光栄だ。お前も素晴らしい料理人だった。だが、私も君に敗北した以上、闇流料理界の敗北の定めを受け入れるしかないな。闇流料理界を抜けることはできないのか。そんなことを考えたことはない。何せ私は総帥の料理に心酔している。君もいずれわかるだろうさ。いずれにせよ、次のトリオとの対戦、頑張りたまえ。あいつはさらに強くなっているぞ。ああ。